大塚公園の中にあるロダンテラスです。これはですね、イタリアルネサンス形式のものを昭和5年の開園、ここの公園の開園によって、作られたものを復元したものです。復元したものにね、落書きしちゃダメですよ。確かにそういう感じですよね。そういうことする人がいるんだな。ちょっと残念です。